はい、皆さんこんにちは、ワナリガルビッシュです。では今回は提督の決断法パープキット続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回ですね、まあ、なんとかかんとかと言っていいと思うんですけど、ハワイ攻略しました。まあ、ただやっぱりね、そのハワイ攻略した後艦隊がだいぶ傷ついたというところで、まあ、その再編の計画をずっとしてきているところなんですが、艦隊の数自体がですねだいぶ激減してます。まあ、ただし、守らなきゃいけない場所はまずはシンガポール、ここはイギリス軍との最前線になってます。で、もう一つが取ったばかりのハワイというところで、この2つの海域に戦力を集中できるんで、まあ、艦隊の数が少なくともなんとかやっていけるかなというところではあるんですが、ちょっとですねアメリカ軍の戦力をさらに削るという意味で、この後ですね艦隊はロサンゼルス、まあ、あの西海岸ですね、カリフォルニア西海岸、さらにメキシコ湾沖、ここまで取ります。じゃあちょっと具体的に見ていきたいと思うんですけど、まずは西海岸ですね。ここには今第4艦隊が一隻、空母エンタープライズ入っていますと。で、あとは航空戦力も、まあ、それなりに入っていると、ちょっと画面見づらいかもしれないんですが、直縁が46、護衛が30で、爆撃が62、雷撃機、まあ、いわゆる攻撃機ですね、これが30、偵察30という数でそれなりに入ってるんですが、それ以上に注目していただきたいのが金、アルミ、鉄、さらにドックまであるというのを考えると、これはねちょっと見過ごせないなということで、艦隊を送っていきます。で、今ですね艦隊としてはこの中部太平洋に新鋭戦艦ではない新鋭空母ですね、この空母2隻が入ってくるんで、この2隻の空母をこのハワイに集結させた後、ハワイから西海岸を攻略しにかかります。なのでまず西海岸に攻略するための空母の再編を行っていきましょう。で、今第1艦隊第2艦隊と入っていて、第16艦隊はねちょっと残念ながら潜水艦がかなり目減りしてしまっているんですが、まあ、これもぶっちゃけ投入しますと。で、第2艦隊の方のこの、軽空母砲床ですね、この代わりにさっき見ていただいた2隻の心臓空母、これを投入していきます。なので、この心臓空母にですね人を乗せていきましょう。提督ですね、随流に王流、座上提督なんですが、空母にどうしても乗せたいので、高須さん、飛竜、そうだな、ちょっと難しい選択になるんですが、あ、その前に一応確認の意味でシンガポールですね、ここに入れている空母、ここはもう人を外してます、完全に。あ、でもあれかな、一隻井上さんだけこっちに乗ったままですね。なので井上さんをちょっと乗せ替えましょう。なので中部太平洋から今ハワイへ進行中のこの艦隊、これを一旦提督を井上さんに乗せ替えましょう。一人 でもう一つだよね、ここも乗せ替えたいんだよな、軽巡に乗せておくとかだともったいない人がいれば、まあ、早速にでも空母に乗せてあげたいんだけど、赤城に宇垣さんが乗ってるのか、水雷戦が得意な人にね乗ってもらうというのもちょっと微妙だからな、まあ、せめて操船レベルが高かったりする人に伊藤誠一さんに乗ってもらうか、これでいこう。で、艦載機は満載状態ですというところですね。で、せっかくなんで、艦隊の再編こっちも行っておきましょう。第3艦隊第4艦隊と入ってるんですが、まあ、第3第4第6第15、まあ、第15艦隊はこのまま置いとくとして、第3艦隊と第4艦隊、ここを空母部隊と戦艦部隊で再編しちゃいましょう。第4艦隊は戦艦ヤマトが入ってますからね。じゃあここからいじっていきます。
ヤマトの方に霧島を移して、とはいえね、結局その空母の護衛艦が全くないっていう状態はかなり危険ではあるんですよね。なので結果的にこうなっちゃいますね。そうなると第4艦隊が、まあ、戦艦ヤマトが入ってるんですが、内容的にはちょっと寂しい内容かな。ヤマトに霧島、まあ特にヤマトはね、連合軍、連合艦隊の総旗艦まで務めたヤマトに誰も乗っていないというのもちょっと微妙なんですけど、まあ、これでいきましょうか。で、お金、鉄、アルミ、まあ、この辺りがないので、タンは送っていきましょう。で、雲竜型が完成していますというところですね。まあ、雲竜型は63機なんですが、まあ、装甲空母とは呼べないまでも、今までの日本軍の空母に比べたら装甲が割と厚めになっています。で、この辺りは従順、軽順、駆逐艦というのが一通り入ってきてますね。で、開発可能になったのが小型ディーゼル機関の2です。小型艦専用の新型内燃機関ということなんですけど、今小型艦で主に必要としているのが空母の護衛艦なんですよね。空母の護衛艦が必要なんで、まあ、この小型ディーゼル機関2を積んだ、駆逐艦をベースにした防空艦、これを作るときに載せられる奇襲だったり攻殻砲だったり、まあ、いわゆる敵の航空隊を撃ち落とすための武装、これを増やすことができそうですね。まあ、早速。開発に入っていきたいところなんですが、お金はそれなりにあるものの、鉄とアルミだな、問題は。そしたら早速なんですが、新規編成してさっきできたばっかりのこの新造艦たちを一旦マラッカ海峡に出していきましょう。で、ハワイ沖に集結した艦隊ですね。まず第2艦隊と第16、第5艦隊ですね。これをうまくミックスしていきましょう。まあ、空母は正規空母で固めましょうというのが一つ。で、もう一つね、第5艦隊と第16艦隊なんですけど、これももう合わせちゃいます。結局、この第16艦隊、潜水艦、単艦運用するんで、もう乗せちゃいましょうというところですね。艦載機の補修してなかったな、おもしょ。まあ、これはおとり艦に近いんでいいでしょう。では、第1、第2、第5、この3艦隊をアメリカ西海岸、ロサンゼルス攻略に向けていきます。ロサンゼルスはね、何回か行ったことあるんですけど、気候的にもやっぱり日本に比べたら、若干穏やかかなという感じはしましたね。そのロサンゼルス攻略に向けていきます。まあ、直行便が日本から出てるっていうのはね、かなりロサンゼルスは行きやすいですね。フロリダとかになっちゃう、まあ、いわゆる東海岸の中でもニューヨークとかね、もちろん直行便が出てるところはいくらでもあるんですけど、オーランドとかあの辺りになってくると直行便が出てないんで、どっかで乗り換えなきゃいけなかったりすると、それなりにちょっと面倒なんですよね。いや、この航続距離めちゃくちゃ優秀だね、錦木の飛空艇7130。まあ、ただちょっとね、開発資金6000も投入できないんでやめましょう。錦木陸航もこの辺りもね、お金はこの後必要になってくるんでやめます。で、技術開発は薄く入れていきましょう。物資援助はもう申し訳ないけど、ドイツにもね、
アルミ鉄を送る余裕がなくなってきているので一旦これくらいにします。でシンガポール、その先にあるインド洋とメキシコに送り込んでおきます。で今回ちょっと目玉として考えているのがですね、まず一つが超大型空母、これをね作っていきたいなというふうに思ってます。じゃあ大砲型のこれをベースにですねちょっと設計を入れていきます。まずはというところなんですけど、艦載機この数をできるだけ増やしたい。150機、いいね、150はいいよ。広角砲とかはねもう載せなくてもいいかなっていう感じですね。一旦武装は最低限のものに変えて、航行速度はだいぶ落としていいかな。まあ25ぐらい出ればいいでしょう。でその分装甲を厚くしていきます。うわ装甲でもこれまでか、これでぴったりだな。ただ150機搭載できる、まあ、それなりに装甲もある空母となると、まあ、かなりいいんじゃないかな、まあ、これが一つの案ですね。でさらに大型の空母、シナノとかが完成してくるともう完全装甲空母という形になると思うんですけど、まあ、例えばじゃあこの香川をベースに設計をした場合どうなるかというと、150までだね今の日本軍の開発能力からすると。だとするとさっき見てもらった大砲型の空母、これをベースに設計を入れていきましょう。艦載機は150と伸ばします。で、航行速度はぶっちゃけ遅くていいので、どうしようかな。25いらないかな。25はでもあった方がいいよね。25で、走行ちょい厚くして広角砲2連装4機まで減らしましょう。で機銃の数を微調整していく。ここまでだね。57、56に変えて、もうどうにも調整効かないかな。じゃあこれでいきましょうか。で艦型の名前なんですが、ズバリですね、洋上基地型の空母という新しい艦型にしましょう。まあ分かりやすくっていうところですね。洋上基地型攻撃空母とかにしますか。攻撃空母、これ150機搭載できるんで、まあかなりね大きい空母になるんじゃないかなと思います。12文字オーバーしちゃってるな。洋上基地攻撃、洋上基地型空母にする。これで10人収まるでしょう。いや収まらない、もう1文字消さなきゃダメ。じゃあ空母っていうのを消そう。これでいいかな。洋上基地型、洋上基地空母にする。空母ってすぐ分かった方がいいよね。洋上基地空母これにしましょう。正規空母で洋上基地空母で、装甲が思ったより大きくはできなかったんですが、それでもこの空母で150機の航空戦力の運用が可能。そうなると、まあ、1艦隊あたり4隻の正規空母を配備できるので、 150×4 で1艦隊で600機で、最大3個艦隊を1つの海域に投入できるって考えると1800機の航空戦力の運用が可能になりますね。一つの海域で、これは完成が待ち遠しいな。じゃあこれを開発していきます。でそれに合わせてこの洋上基地型の空母、足も遅いし、まあ、いわゆるその対艦攻撃能力はもう当然艦載機に頼るという形になってしまうので、こっから先はですね航空戦力の設計もやっていきましょう。で、
まずは足が一番長くならなきゃいけない爆撃機から見ていきます。夜間戦闘は可能にはなってるけどっていうところだね。まずは何といっても航続距離、これを伸ばしていきたいので、航続距離を、まあ、いかに伸ばすかだな。空戦能力、まあここは機銃のみしかいけないかな。 12.7 の機銃とか乗せられないよな。まあそもそも爆撃機なのでそこまでの力は必要ないといえばないからな。まあ3000は欲しいよな。3000、仮にじゃあ3000としましょう。そうすると開発期間はぶっちゃけどうでもいいからな。武装も増やしてあげたい気もするけど、最高速度500、まあ割と優秀な方だと思うな。これだけ見るとこれが洋上基地型の攻撃空母に乗せる爆撃機としては全然ありだな。急降下も可能でしょ。500キロの爆弾を仮に800キロに変えるとどう？爆撃能力は上がる、速度が476、ちょっと下がるな。まあでもこれはもうこの状態から変えたくない。爆弾800キロは置きたいよな。敵の戦艦クラスが出てきた時に500キロだとね、ちょっと攻撃力的にどうなんだいという感じがしますもんね。さてじゃあ名前どうするかだな。そうだな、ちょっと迷うけど、これって結局もう一回ぐらいしっかりとした階層を入れてさらなる戦力のアップを図ると思うんで、できればなんかその次に続く名前がいいよな。どうしようかな、ちょっと悩っちゃうけど、そしたら虹って他になんか読み方だとこうとかなのかな、光線とかにしますか。じゃあいや虹にしよう。虹爆撃1型とかにしますか。虹爆、そういえば虹爆とか呼んでたな、今思い出しましたけど、これ1型にしちゃいましょう。虹爆とか呼んでたね、虹爆。んで虹爆を作ったら虹の攻撃機も作りたいということで天山をベースに作りましょう。で攻撃機に関して言うと、その爆撃機ほど足が長くある必要は確かにないので、ちょっと待ってね、早速命名を忘れちゃった。虹爆撃1型ってことは虹攻撃1型だね。はい、これでいいでしょう。でまあ何と言っても最初に見ておきたいのが航続距離だよね。虹爆が3000飛ぶんで、まあ2000ぐらいはそれでも欲しいかな。で、まあ装甲とかも、まあ、ズブズブですけど、まあこれで一旦見ておいて、爆撃機の能力は800キロ爆弾で急降下ができないと、まあこの辺りはしょうがないかな。代わりに雷撃能力がありますというところで、偵察能力もまあこの辺りはいいかな。
夜間戦闘とかはちょっとさすがにまだできませんというところ。これで一旦じゃあ開発に入りますか。2000飛べて最高速度はやや遅め。7週間かかるんだな。であとは冷戦の52型がまだ開発中か。1週間かかるんだね。冷戦の52型をベースに次の直縁機戦闘機、このあたりを作っていきたいので、一旦これで次のターンに送っちゃいましょうか。で作っておくのは、まあ、空母を作りたいんですけど、空母はね、今いっぱいあるので一旦空母の周りを固める護衛艦ですね、これを何個か作っていきましょう。まあ、まずは防空艦ですね。防空艦をもう完全に洋上基地型空母の周りを固める随伴艦扱いにはなっちゃうんですが、敵の航空機に攻撃にさらされた時はもうこの防空艦が頼りというところにはなるんで、あとは潜水艦を何隻かというところかな。でお金もある程度次のターンのために残しておきたいので残しておきます。鉄も残しておきたいし、アルミもね正直ちょっと残しておきたいんですよね。まとまった数の航空機をこの後作っていきたいので。ではこれで一度ターンを送ってアメリカ西海岸の攻略を行っていきましょう。セーブしたいな。まずは敵のね、いわゆる航空基地の場所は分かってるんで、敵の戦力がどこにいるかですね。水上部隊が必ずどっかに潜んでるんで、発見したね。早速攻撃機を飛ばそう。大型艦がいるね。かなり射程の長い砲撃撃ってきてるんで、さらに敵の偵察機も飛んできてる。まずは味方の第二艦隊から爆撃機が飛びましたというところだな。これで敵の戦力、水上部隊の戦力が分かりますね。やっぱりここに戦艦空母部隊がいたな。しかもかなりの大規模だ。これとは別にエンタープライズがいるな。ここにに空母を沈めたいところですけどね。いや、ヨークタウンに乗ってる敵の飛行機かなり射程が長いですね。正規空母エンタープライズの方はだいぶダメージ与えたね。あとは軽空母ワイルドビル、こっちがまだちょっと残ってるかな。ヨークタウン撃沈しましたね。あとは敵の戦艦部隊と撃ち合いになるのは避けたいんだけどね。これがね
洋上基地型空母運用を始めた時にかなりきつくなりそうな感じですね。まあ、味方の空母にまだダメージは出てないので、まあ、よしだな。一番気にしているのが、この基準基礎が撤退状態に入りましたね。いや、1艦隊しか入れてなかったアメリカ軍ですけど、艦隊の立て直しがさすがに早いね。しっかりここまで立て直してきて、それなりの戦力投入してきましたもんね。さあ、また敵の高速艦が何隻かこちらに迫ってきてるんで、これを早めに沈めたいな。ちょっと艦隊の運用が微妙な感じになってるけど、敵も団子にはなってるんで、まとめて沈めることはできそうですけどね。敵の戦艦部隊はこれを機に確実にしっかりと壊滅させておきたいよな、この先のことを考えると。夜の間に敵の戦艦部隊に接近されないっていうことと、取り逃さないっていうところだな。ここに来て潜水艦が働いてくれたね、すごくよく。もう夜になるんで、これ以上接近されたくないなーっていうところかな。これで一旦夜を迎えます。まあ、味方は空母ばかりなんで、夜の間の戦闘力はだいぶ下がります。
間違っても敵の戦艦たちと撃ち合いになる砲撃戦になるのは避けられたので、まずまずですねこの夜の過ごし方は。あとは2日間残ってるんで、残りの敵の水上部隊の撃破と合わせてそろそろ敵の基地戦力もね、潰しにかからないといけないかなというところなので、艦隊を少し移動させていきます。やっぱり思ったより近くになりましたね。戦艦は本当に硬いよね。爆撃機だとなかなか沈められないんで、やっぱり戦艦相手にするときは攻撃機欲しいよな。ちょっとまとまった数ね。第1次攻撃隊で戦艦は沈められなかったか、残り2隻。第2波これを出せば確実に沈められるとは思うんですけどね、まあ、その一方でちょっと時間がかかりすぎてしまうというのもあるからな。さあ残りは戦艦1隻、これに味方の航空部隊が殺到中というところなので、この第2波で沈められないときついかなって話をしようと思ってたらちゃんと沈められましたね。さあでは残りは敵の航空機部隊に攻撃を仕掛けていきましょう。もう敵の戦力は基地航空隊だけだと思うので、当然敵の航空基地から飛んでる偵察機に味方の場所は割れてしまってるとは思うので、まあ、あとはいち早く沈める、破壊する、
敵の爆撃機が飛んでるね。1回の攻撃で半分削れるかなっていうところかな。こうやってみるとね、空母はここに来て失いたくないので、なんとか空母にダメージがない状態で、戦いは終えたいですね。さあ夜間になったら、時間を使って ダッシュしにかかろう。で、従順を、3隻ほど引き抜いて夜間の砲撃戦に持ち込みます。この揚陸艦がしっかりと1個の飛行場を確保してくれれば、このカリフォルニアが守りやすくなりますからね。ここは守備よくここを確保したいところ。さあ上陸部隊が敵の基地攻撃に向かいましたね。
上陸部隊が全滅か。しょうがないだ。もう一個も出しましょう。了解。あわよくばもう一つと思ったんですが、ちょっとそうはいかなかったか。了解。よし、飛行場は確保しましたと。了解。そしたら高速で離脱させましょう。よし、ここのタイミングで雨が降ってくれるというさらに好条件だな。了解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 。揚陸艦をもうちょっと持ってくればこの飛行場も確保できたかな。敵飛行場破壊。あとはこの無傷の飛行場だけ。了解。いや、あえて突入する必要はないね。もうここまで来たら従々の戦力を温存しましょう。削りきれなかったか。あんだけ爆撃飛ばしても削りきれないっていうのかな。ちょっともう一パンチ力欲しいところですね。直営が偵察機に釣り出されてくれたのは大きいな。
これで味方の攻撃機がスーッと入っていけましたね。ちょっと待ってくれ、敵の飛行場破壊したけど戦闘が終わってない、どういうことだ。どこかに敵の水上部隊がまだいる。いやー勘弁してほしいな。ここに来て敵の水上部隊がまだどっかにいるのか。どこにいる。偵察機をガン飛ばしていかないと。了解。了解。了解。ちょっと四方八方に艦艇を派遣していかないと。了解。いや本当にどっかにいるであろう敵の水上部隊の場所がわからないな。敵の基地戦力、航空基地は全部破壊し終わったので、あとはどこだ？了解。どっかで座礁気味のものがいたりするんだろうな。そいつを発見しない限り終われないっていう。了解。どこにいる？いやーこの干渉はものにしたいんだけどな。結局発見できずに終わっちゃいそうだね。いたか、ここだな。すると高速艦をいくつか出してでも仕留めにかからないとさ。いやー時間的にどうだ。これはこの一巻だけだと思う。もうあと4時間で距離的に縮まるかっていうと結構距離あるね。いやーこれは厳しいかな。しかもこいつも揚陸艦じゃねえか。揚陸艦同士ってのはまた間抜けだな本当に。お互いに攻撃する術を持たないっていう。
ちょっとこの間抜けな戦いぶりになっちゃってるけど、さあ沈められるか、あと1時間。間に合わなかったな、残念だな。いやこれ勝利って呼べる？この揚陸艦だけ取り逃しでさ、やってくれるね。で正規空母がさらに2隻、完成してますというところかな。で、冷戦の52型、これも開発が終わったんで生産に入れます。で、あとは戦闘機ライデンの開発が可能になったというところですね。はい。ではちょっと今の戦いどうなのというのは正直あるんですが、まあ死の子のも言ってられませんので、今回は一旦じゃあここまでにさせていただいてですね、次回は西海岸再び攻略をしていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。